あこれ運動会って ENFP、まあ、ちょっと分からんけど、うん、でも運動好きやもんな。そういうことじゃないから。あ、関係ない、あ、関係ない、それ。笑顔になる理由をいつでも見つけられます。はいはいはいって言うの。お前やってるじゃん。俺やった方がいい。やってやって、はい。あ、出たで。ん、何、なんか緑の魔術師やってる。あ、え、何それ。そうなんだっけ。何やろ、何やろ、間違えてんじゃん。違うサイトやろ。え、一緒にやってみよう。え、緑の魔術師。え、あんま出えへんやつかな。え、見て、ほら、あんねん、あんねん、ほら、うん、あんねんって。だから、え、そう、それ0.1% しかないし。 0.1%? 0.1%、 人間で。え、人間で、人間で 0.1%。 すごい。1000人に1人。1000人に1人ってこと。結構やばいやつじゃん。1、え、なんかアイドルとかなんか言うやつ。何、1000人に1人の逸材って。それ逸材なの、ほんと。やば、すごい、奇跡の人。どうしたんで。え、皆さんニヤニヤしてる。ニヤニヤしてる。何何、え、あ、ジュリー何やの。私は冒険家。冒険家、冒険家。めっちゃかっこよくない？かっこいいな。冒険するよってことやんな。冒険したよ。したよ。違う違う違う。え？違うよ。したいよ。え、でもあれじゃあ冒険家となんか魔術師ってなんか合いそうじゃない？しかも緑やし、俺。もう確かに。だからその緑で冒険家って冒険するやん。うん、緑の何大地でみたいな。そこで魔術やったるよみたいな。うん、ここで合いそうじゃない？そう、いいな、でも。合いそうじゃないこれ。え、合うんちゃう？ちょ、え、調べてみる。良くないかも、なんか分かるけど。あ、そうなの、あんま良くないっぽい、うん、あ、そうなの、俺合うと思ったよ。合いそうじゃない、うん、それ良かったよ。そう、だってな、魔法でみたいな、冒険家。